さん、こんにちは。今日は YouTube のアナリティクスから2023年4月25日から5月22日までの28日間のチャンネル視聴回数のベスト10の発表がありました。28日間の総視聴回数は2万4000回です。皆さんにチャンネルを育てていただき、チャンネル登録者数も1100名を超えることができました。これも皆様のお力添えの結果だと感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今回はモーニングの視聴回数の多かったお店5店舗のモーニングの映像を流します。これから流れる映像は今現在 YouTube で流れてる映像を使用していますので、よろしくお願いいたします。皆さん、こちらが道の駅むで川のモーニングです。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいですが、トーストがバターと小倉のどちらかを選べます。皆さん見てください。小倉をお願いしたらバタートーストの上に山盛りの小倉です。てんこ盛りの小倉です。嬉しいです。アイスコーヒーは今シーズン初めていただきます。初めてということは初物ですよね。昔から初物は縁起が良くて、食べると寿命が75日延びると言われてきました。今日はその話はしませんので、よろしくお願いします。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。では最初に画面の左の茶碗蒸しから時計回りで順番に見ていきます。よろしくお願いします。茶碗蒸しですが、茶碗蒸しの上に椎茸が見えています。また大きな器に入ってるので今から茶碗蒸しを食べるのが楽しみです。画面を少し動かします。次ですが、次は茶碗蒸しの右です。見た目は分かりづらいですがアイスクリームが入っています。アイスの上にはさつまいものポテトチップスが乗せてあります。ポテトチップスですが、ポテトチップスの誕生は1853年と言われています。1853年、ニューヨークのとあるレストランでフライドポテトが熱すぎて食べにくいと客の苦情に何度も作り直させられて、うんざりした店主がフォークで刺せないほど薄切りにして出したところ、客に絶賛されたのがポテトチップス誕生の歴史の始まりと言われています。次はアイスクリームの右はサラダです。そのサラダの器は大きくていろんな野菜が入っています。サラダの下にはてんこ盛りの小倉が乗っているバタートーストがあります。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらのモーニングは A セットの和モーニングです。こちらのモーニングは B セットのトーストモーニングです。ドリンクはホットミルクティーをお願いしました。今回のモーニングはドリンク代込みの500円です。上から見るとこんな感じです。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。では最初に画面の手前のカップから見ていきます。カップの中に白いものが入っていますがシチューです。シチューの左のカップはホットミルクティーです。ホットミルクティーにはまだミルクが入っていませんので、まだ紅茶の状態です。画面を少し動かします。次は画面の左のトーストです。厚切りバタートーストが2枚あります。そのトーストの手前には色鮮やかなトマトがあります。画面を少し動かします。色鮮やかなトマトの右にはドレッシングがかかった野菜サラダがあります。その野菜サラダの右にはキュウリがあります。またその右にはハムが2枚あります。そのハムの上にはスクランブルエッグがあります。またそのスクランブルエッグのそばに
ケチャップが添えられてあります。上から見るとこんな感じです。ドリンク代込みの500円で、シチュー、厚切りバタートーストが2枚、色鮮やかなトマト、ドレッシングがかかった野菜サラダ、きゅうり、ハムが2枚、ケチャップが添えてあるスクランブルエッグ、以上、7品がついています。こちらのモーニングは、A セットの和モーニングです。見るからに、このご飯の量がすごいですよね。また、この卵焼きの量ですが、半端のない量です。申し遅れましたが、この和モーニングにはドリンクはつきません。代わりについてきたのは、お茶です。どんなモーニングなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきましょう。まず最初に、画面左のご飯から見ていきます。見るからに、このご飯の量がすごいですよね。茶碗に2杯ぐらいあると思います。次は、ご飯の右下の卵焼きです。また、この卵焼きの量ですが、半端のない量です。卵が2個分ぐらい使ってある、すごい量の卵焼きです。食べるのが楽しみです。画面を少し動かします。卵焼きの上には、きゅうり、野菜サラダ、色鮮やかなトマト、トマトの上には、お味噌汁があります。お味噌汁の左には、お漬物、そのお漬物の左には、焼き海苔とその下には醤油があります。最後になりましたが、焼き海苔の左にあるものは、お茶です。A セット500円のモーニングには、茶碗に2杯ぐらいのご飯、卵が2個分くらいの卵焼き、きゅうり、野菜サラダ、色鮮やかなトマト、お味噌汁、お漬物、焼き海苔の8品がついています。ドリンクはホットコーヒーと、モーニングは、小倉トーストをお願いしました。ここのお店のシステムは、料金先払い方式なので、食べたら勝手に帰っていく感じです。最近、ポーションタイプのフレッシュが多いのに、ほんと久しぶりに、ミルクピッチャーでフレッシュが出てきました。ホットコーヒーが400円でしたので、モーニングはドリンク代のみの400円です。今のこの季節は天井から光が入ってきて、すごく明るくて感じがいいですが、真夏になったらどうなるんでしょうね。ミルクピッチャーのフレッシュが余りましたが、余ったフレッシュを次のお客さんに出さないで処分されるのはもったいないので、全部入れてミルクコーヒーにしました。上から見るとこんな感じです。白い大きな器に入ってる白いものは何だと思いますか？私はヨーグルトだと思っていました。それが違うんです。後で説明しますのでよろしくお願いします。皆さん見てください。こちらがドリンク代のみの400円で提供されるモーニングセットです。すごいモーニングです。私はすごいコスパモーニングだと思います。厚切りトーストの上に山盛りの小倉あんです。小倉あんが山盛りでたっぷりついてるので嬉しいです。私は甘党なので小倉あん大好きです。余談ですが、粒あんのお饅頭には目がありません。パスタの上にはベーコンが乗っています。嬉しいです。ドリンク代のみの400円なのに、このベーコンは厚みがあって大きいので食べるのが楽しみです。ベーコンの下にはそうめんみたいな極細パスタです。パスタの下にはレタスが敷かれています。ここのお店はすごくこだわりのあるお店です。料理はもちろん、料理以外のこだわりは桜です。
例えば入り口付近と入り口のドアに桜、おしぼりの柄に桜、箸袋にも桜、また料理に使われている人参も桜の形。まだあります。お味噌汁のお椀の底にも桜の絵がついています。またご飯の茶碗にも桜の絵がついています。お店の名前が桜葉なので桜にこだわって見えるみたいです。すごいこだわりですよね。これから出てくるモーニングの料理の素材にもこだわりがあります。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。今回のモーニングはドリンク代込みの450円です。後ほど説明しますが、そんじゃそこらのモーニングとはわけが違います。ただものじゃないモーニングです。上から見るとこんな感じです。詳しく説明する前に簡単に品数だけ見ていきます。画面左から野菜サラダ、下に行って煮物、ゆで卵、ヨーグルト、トースト、お味噌汁、ご飯の7品がついています。ドリンクを入れると8品です。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初に画面左上のサラダから見ていきます。サラダですが驚かないでください。サラダには17種類のいろんな野菜が入っています。次ですが右のヨーグルトですが、ヨーグルトにはグラノーラが入って糖質 50% オフのブルーベリーソースがかかっています。次のお味噌汁には菜花、豆腐、揚げ、えのきなどが入っています。次ですが、次はご飯です。ご飯は20穀米です。ご飯には必ずおかずがつきます。今日はがんも切り干し大根、人参がついています。また人参は桜の形に抜いてあります。次ですが、次はパンです。パンは全粒粉パンです。ちなみに全粒粉は表皮と胚芽からくる香ばしい風味と歯ごたえのある食感を持っているみたいです。野菜サラダ、煮物、ゆで卵、ヨーグルト、トースト、お味噌汁、ご飯の7品の説明をしましたが、また食べる時にも説明をしますのでよろしくお願いします。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。ドリンクはホットコーヒーをお願いしました。ホットコーヒーが450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。どんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。まず最初に画面の左下のゆで卵から順番に見ていきます。卵の殻の色には白色と茶色があり、それぞれ白玉、赤玉と呼ばれています。赤玉の方がお値段が高いこともあり栄養価も高そうなイメージですが、この両者の栄養成分に違いはありません。こだわるべきは殻の色ではなく飼育方法と飼料というわけです。殻の色は鶏の種類の違いで、一説には赤玉を産む鶏の方が産卵率が低い上に体格が大きく、餌をたくさん食べるので費用がかかるから値段が高くなるとも言われていますが、最近は品種改良も進み一概には言えないみたいです。自然派の卵は茶色の殻であることがほとんどですが、その理由は茶色の卵を産む鶏の種類が穏やかで飼いやすい品種である、気性が荒いと平飼いや放し飼いが難しいので環境の変化に強く病気やストレスに強い品種が選ばれるみたいです。卵のサイズが変わっても卵黄、黄身の大きさは同じなどと言われますが、これは正確には誤りです。大きな卵と小さな卵とでは卵黄、黄身の大きさはかなり違うみたいです。次ですが、次はゆで卵の右です。ゆで卵の右はコーヒーゼリーです。コーヒーを冷やし固めたコーヒーゼリーはコーヒーの苦味が人気の大人のデザートです。1800年代初頭にイギリスでレシピが紹介され、1800年代終わりにもアメリカで料理本にレシピが掲載されました。そんな歴史あるコーヒーゼリーですが、意外にも日本の方が人気があり、日本の発祥のデザートだと思われている方も多いと思います。日本では1963年帝コーヒー軽井沢店で食べるコーヒーとして考案されたのが始まりとされています。
1970年代頃には一般的にスーパーで販売されるようになったと言われています。次はコーヒーゼリーの右のトーストですが、画面を少し動かします。トーストはバタートーストです。少し見えづらいですが、バタートーストの右にはジャムがあります。ジャムの右上にはハムとサラダがあります。画面を少し動かします。先ほどのコーヒーゼリーの右にあるものは雑炊です。ドリンク代のみの450円でゆで卵、コーヒーゼリー、厚切りバタートーストにジャム、ハムとサラダ、雑炊の5品がついています。体に優しい雑炊は嬉しいですね。上から見るとこんな感じです。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。今回はモーニングの視聴回数の多かったお店5店舗のモーニングの映像を流しました。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。